Lino Toffolo, Rome, Italy, wrote to me with a map of so-called Epistrophe map as follows. Hiroshi, where Japan in this ancient map called Epistrophe map in the head of Jesus? もう8、9年にわたってイタリアの情報を送り届けてくださっているリノ・トッフォロさんからこんな地図が送られてきました。ヒロシ、この古代地図の中で日本はどこにあるのかと。その地図というのはエプストルファ地図と呼ばれているものです。で、早速調べてみました。で、そのウェブストルフの世界地図ですけども、ウィキペディア英語版の方には次のようにあります。ドイツ語を英語に翻訳して、それをさらに日本語に翻訳してみました。エブストルフの世界地図はエルサレムを中心に縫い付けられた30枚の羊皮紙に直径3.57 メートルの中世の、まあ、その 3.57 メートルもある中世のホイールマップです。2300以上のテキストと画像で構成されていて、中世から現在の知識としては最大かつ最も広範な世界地図です。ただ残念なことに1943年に全焼しました。複製は残っていますが、オリジナルを完全に複製することはできませんと。では皆さんにそのエブストルフの世界地図をご覧いただきます。広し林、浜松シティ、ジャパン。地図
というよりはですね、世界の風物詩を表現した地図ということになるのではないでしょうか。ところどころにはですね、人身区議、つまり人間が人間を食べる、あるいは食べている様子も表現されています。で、中世の地図ということ以上はですね、分かっていないわけです。ともかくもこのような地図をですね、ディノ・トッフォロさんが送ってくださいました。そして頂点に書かれているのは、私がかねがね解いているようにですね、日本ではないかということなんです。続く動画の中で詳しく説明しますが、例えばこの古代地図においてもですね、頂点に太陽が描かれ、その下に小さな島が描かれています。まあ、古来よりですね、東を上にして世界地図は描かれる習わしになっていたわけですけども、その頂点に日本が描かれているということです。で、そのこの地図とですね、比較していただくと分かりますように、つまりはこうした地図の一つの変化形、バリエーションとして先の地図があるのではないかと私は考えています。つまりそうした流れの中でですね、世界地図が生まれ、やがて世界地図からですね、まあ、いろんなバリエーションが生まれたわけですけども、その一つがですね、つまりは日本が描かれていた場所に、まあ、このリノさんがおっしゃるにはキリストを描くようになったということではないでしょうか。その地図がですね、エブストルファー地図、あるいはエブストルフェル地図ということになるのではないでしょうか。それがこの動画の結論ということになります。まあ、そんなことをですね、考えに入れながら、どうか続く動画をご覧になってください。まさに日本は太陽が昇る日のいずる国、神の国、日本であったということになります。Since ancient times in the Old Testament, world maps have been drawn with the east facing up. Maps with the east facing up were widely used in Europe until around 1 millennium AD. And at the top of these maps, every map has a small island.Needless to say, that small island is Japan. Japan is a country where the sun rises, and some of those maps have the coat of arms of the sun. The coat of arms of the sun. In the Sumerian tablet, the descent of Inanna says,I am Inanna from a country where the sun rises. Now, ladies and gentlemen, you all know. Now you already know what kind of country Japan is. Furukuwa.旧約聖書の時代から世界地図は東を上にして書かれてきました。東を上にした地図は紀元後1000年前後までヨーロッパでは広く使われてきました。そしてそうした地図の頂点にはどの地図にも小さな島が書かれています。言うまでもなく、その小さな島というのは日本ということになります。日のいずる国、日本です。そしてそうした地図の中には太陽の紋章が書かれているのもあります。太陽の紋章です。スメールのタブレットの中のイナンナの冥界下りの中でも
イナンナは明快にこう言っています。私は太陽が昇る国からやってきたイナンナだと。もう皆さんお分かりですね。日本という国がどういう国であったか、もうお分かりですね。広し林、ハメメシティ、ジャパン。The proof of Japan. Ladies and gentlemen, the national anthem of Japan. Since ancient times, it has been customary in Europe to draw a map with the east facing up. It seems to be due to the Bible's teaching that God came from the way of the east. Since ancient times, it has been also customary to draw a small island at the top of any map as a country of the rising sun. Generally in Europe, the island is considered to be today's Sri Lanka. In other words, God came from Sri Lanka. But is it really Sri Lanka? Therefore, from ancient times, the name of the island at the top of the map was taken from the ancient name of Sri Lanka Taprobonia, and the island came to be written as Taprobonia. However, I, Hiroshi Hayashi, reckon that the island is a country of Japan now we live in. I, Hiroshi Hayashi, will prove it in this video withEvidence. 古来ヨーロッパでは東を上にして地図を書く習わしがありました。神は東方よりやってきたという聖書の教えによるものと思われます。で、古来よりどの地図にも地図の頂点に火のいずる国として小さな島が描かれる習わしになっています。一般にはヨーロッパではその島は現在のスリランカと考えられています。つまり神は東方のスリランカからやってきたというわけですが、本当にスリランカのことでしょうか。そこで古来よりその島国の名前をスリランカの古名である、繰り返します、スリランカの古名であるタブロボネアという名前を取り、その島にはタブロボネアと表記されるようになりました。が、私林博士はその島こそ私たちが住むこの日本であると考えています。それをこの動画の中で証拠を添えて証明します。広し林、
Hamama City, Japan.前もって解説しておきます。これは紀元前500年頃のヘカタエウス、ローマ字読みで失礼します、ヘカタエウスという人が書いた文献をもとにして書かれた地図です。その地図では上をつまりアジア、そして左をヨーロッパ、右をアフリカとしています。でその地図をさらに詳しく書いたのがこの地図ということになります。これは19世紀に書き換えられた地図です。でこの地図のですね、今90度左に回転しましたけども、右上方に島があります。その島にはタブロボネアと表記してあります。スリランカの校名です。なぜタブロボネアイコールスリランカかというとですね、つまり最初にできたヘカタエウスの地図ではですね、上がインドとなっているからです。ですからそこにある島だからスリランカ、つまりタブロボネアとなったというわけです、というように私は解釈しています。で右がですね、ローマ時代にできたと言われているコットンマップです。原型はローマ時代にできたと言われています。その地図は何度も何度もコピーされ、そして地名がその都度書き加えられ改められました。で頂点にはタブロボネアと書くようになったというわけです。つまりタブロボネアというのはスリランカの古名ということになります。なぜコットンマップの頂点に小さな島が描かれ、そしてそこにはタブロボネアと書かれるようになったかという理由は皆さんにもこれで分かっていただけたと思います。ではどうか続く動画をご覧になってください。The Anglo-Saxon Cotton Map was probably created at Canterbury between 1025 and 1050, but is probably ultimately based on a model dating from Roman times, as is written in Wikipedia English.ローマ時代からの地図を元にして作られたと言われているのが今ご覧いただいていますアングロサクソンコットン地図と言われているものです。その頂点には小さな島が描かれています。その島の謎についてこの動画の中で考えてみたいと思います。広志林浜祭りジャパン。私林博士はこのアングロサクソンコットン地図の頂点に書かれている小さな島は日本、ジャパンと判断しました。でその地図の上に今赤丸でつけたような文字が書かれていますが、鮮明ではなく読むことができませんでした。そこで世界の人たちに向けてですね、この字は読めませんかというような問いかけを1週間ほど前にしてみました。多くの方たちから返事をいただきました。どうもありがとうございました。で、国籍は分かりませんが、プラシャント・チャウハン、プラシャント・チャウハンという方から鮮明な文字が書かれているアングロサクソンコットンマップの地図を送っていただきました。今ご覧いただいているのがその地図ですけども、文字が鮮明に書かれています。
この文字であるならば判読できるということで、私の方で調べてみましたら、エスペラント語であることが分かりました。で、そのエスペラント語で読むとですね、タブロ・ポネアには10人の市民がいます。月に2度朝食のテーブルと書いてあるのが分かりました。焦点に描かれている小さな島の名前はどうやらタブロ・ボネアだというわけです。地名を拾ってみます。青い部分はエスペラント語でアラビアと書いてあります。グリーンの部分にアラビア砂漠ですね。そしてブルーの部分がシリアとなっています。ニネベですね、バグダッドの東、ニレメジョースの書いてあった粘土板の見つかったところです。そしてニラ川ですね、これナイル川ではないかと思います。そしてここには黄金の山と書いてあります。まあ、地図であることには間違いありませんけれども、このように表示してあるということです。ここが今日のポイントですから、もう一度最初から説明しておきます。こうした古地図の頂点にですね、つまり上が東ということになるわけですけども、小さな島が描かれています。この島を私林浩司は日本と判断しました。そして古代ヨーロッパにおいてはですね、この日本をどのように読んでいたかを私は知りたくなりました。で、この地図がですね、一応ウィキペディアの方では世界最古の地図ということになってますから、それを調べてみました。で、ここに文字らしきものがあるということは分かりました。で、この文字を解読すれば、日本がかつてですね、どのように呼ばれていたかが分かると私、林浩司は判断したわけです。で、調べてみましたが、読めませんでした。が、プラシャンとシャウハンという方から鮮明な写真を送っていただきました。右がそうですけども、これならば文字が読める。ということで、先ほど言いましたように調べていましたら、エスペラント語で書かれていることが分かりました。で、その言葉を一度英語に翻訳してみました。タブロ・ボネアですね。タブロ・ボネアには10人の市民がいる。月に2度朝食のテーブルと、大変謎めいた言葉ですけども、そのように書かれていることが分かりました。少なくともこの島の名前はタブロ・ボネアであることがこれで分かりました。そしてその周辺の地名を先ほども紹介しましたように拾ってみました。まあ、このような結果になったわけですけども、まあ、最後にですね、薄い字ですけども、黄金の山と書いてあったというのです。大変楽しい話ですね。黄金の山、ローマ時代から、まあ、黄金の山というのが気になっていたようです。ともかくもこの地図をですね、もう少し詳しく調べてみます。で、この地図の中心はどこかを調べてみました。今赤い四角で囲った部分ですけども、この部分にですね、オリンポス山と書いてあるのが分かります。ギリシャのオリンポス山です。となると、この中心地はギリシャのオリンポス山、つまりオリンポス山を中心にして書かれた地図ということになるわけですね。で、そのオリンポス山を手がかりに、周辺の、まあ、現在ですね、読めるって言いますか、私が知っている地名と一致する部分を選んで調べてみました。下の方にイスパニアと書いてあります。イスパニア、つまりスペインということになります。ブルーの四角で囲ってみました。そしてその左に、ブリタンと書いてありますね。つまりブリテン、英国ということになります。まあ、こうして順に照合していったわけです。実際の写真と対比しながら、さらに詳しく調べてみます。中央が
オリンポス山、左が地球儀ということになります。ほぼ同じような位置関係に並べていました。オリンポス山ですね。そしてブルーがスペイン、そして黄色がブリトンです。このグリーンの部分にはシリアと書いてあります。そしてそのやや右上の今丸で囲んだ部分にはアラビア砂漠と書いてあります。でここにメソポタミアと書いてありますね。でこれらの地点を手がかりに今白枠で囲ったところがですね、メディタレーニアンシー、つまり地中海ということになるわけです。でその上とこうしてつながっていき、カスピ海へとつながっていくわけです。となるとやはりこの地図は地中海中心にして東を上にして書かれたということになりますが、その頂点のところに日本があるということはありえないということになります。一方私林浩司は今までの検証の中で頂点にあるこの島は日本であると判断していました。言い換えると私の説が根底から否定されるということになります。がこの地図は基本的な部分でおかしいということになります。オリンポス山がここにある、つまりここにギリシャがあるということはですね、黒海それからカスピ海の位置と一致しないからです。つまりここに描かれているオリンポス山というのは私はエルサレム中心をした地帯ではないかと判断しました。そう考えると向かって右側がアフリカ、そして向かって左側がヨーロッパということになります。となると当然上はですねアジア大陸ということになるわけです。つまり上東がアジア大陸ということになるわけですよね。これがもともとのローマに残っていた地図ではなかったかと考えています。で一番頂点にあるのはやはり日本、ジャパンアイランドということになります。地名と合わないではないかということですけども、このアングロサクソンコットンマップは、重版に重版が重ねられ、その都度地名が書き加えられたのではないかと考えています。その証拠にですね、現在残っているアングロサクソンコットンマップの地図を調べてみるとですね、それぞれ文字が違うということですね。文字の数も違います。例えばこの地図においてはですね、頂点の島にですね、ただパブロ・ボネアとだけしか書いてないように見えます。この地図もそうですね、頂点にタブロ・ボネアとしか書いてないということがわかります。逆に考えますと、アラビア半島、アラビア砂漠の先にですね、島などあるはずがないわけですから、そもそもその表記そのものが矛盾しているということになるわけです。つまり、この地図の頂点に書かれているのは、やはり日本ということになりますと同時にですね、この島をタブロ・ボネアというのであるならば、日本の古代のヨーロッパにおける、あるいはローマ時代からかもしれませんけれども、その頃から呼ばれていた地名、つまり日本の名前はタブロ・ボネアということになるのではないでしょうか。タブロ・ボネア、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 タブロ・ボネア。あなたも5回復唱してみてください。タブロ・ボネアです。世界最古の世界地図と言われているのがですね、コットンマップと言われている地図ですが、その地図はですね、ローマ時代にはすでに作られていたようです。そしてその地図がですね、ヨーロッパ全体に広がっていったということになります。そしてコピーにコピーが重ねられたわけですけども、その時にそれぞれの、地図の制作者がですね、自分の知識と理解を持ってですね、その地図に地名を書き込んだということになります。一方、古来ヨーロッパではですね、
神はスリランカから来たというふうに信じられていました。現在のスリランカです。それでスリランカの古名であるタブロボニアという名前をですね、その地図の上に書き込んだということになります。ですから現在、コットンマップのその頂点の島にはですね、一般的にタブロボニアと書かれているといいますか、そういう習わしになったということになります。が、その島はスリランカではありません。私たちがこの住んでいるこの日本ということになります。ということをご承知おきの上ですね、続く動画をどうかご覧になってください。Why did Japan come to be called Japan? There are various theories about this mystery. However, in Japan,Marco Polo, who initially came to China, heard that Chinese people called Japan Chipangu or something like that and wrote it in the Travels of Marco Polo or the Eastern Memories as widely explained. However, Miss Himawari-san, who lives in Italy, sent me the oldest map of Japan in the world.And in the annotation of the map, it is written as follows. Japan is an island that was written by Marco Polo as Tsipanguri. This is a very important part of this video, so I've repeated again here that Japan is an island that was written by Marco Polo as Tsipanguri.As you can see from this commentary in Italy, Japan has been Japan since ancient times. You can also see that it was written as Tsipanguri in the Eastern Memories, but there is no word Tsipang or something like that anywhere. Not only is it not written so, but it's not written anywhere that Marco Polo'sTsipanguri was originally Japan. Furthermore, in a map of Japan drawn in the illustration of the Eastern Memories, it's right Champagu. It sounds a bit similar to Japan, but it's hard to think that Champagu, a Chinese word, has become a Japan. So, we have to think about this mystery from the beginning.Why Japan came to called Japan again? The mystery goes back to the beginning again. Why is Japan Japan? In this video, I, Hiroshi Hayashi, would like to think about it from the beginning.なぜ日本が Japan?と呼ばれるようになったか、それについてはいろいろな説がありますが、一般には中国までやってきたマルコ・ポーロが中国人が日本のことをチパングと言っているのを聞き、それを東方見聞録でそのように書いたからだとこの日本では広く説明されていますが、イタリア在住のひまわりさんという方から世界最古の日本地図が送られてきました。そしてその地図の注釈には次のようにありました。ここが重要ですから注意深くお聞きください。日本は、つまりジャパンはマルコ・ポーロによってツイパングリと書かれていた島のことである。この注釈を読んでもわかるように、イタリアでは古来より日本はジャパンだったということになります。また、東方見聞録ではジパングリアと書かれていたことがわかります。ともにチパングとは書いてありません。書いてないばかりか、マルコ・ポーロのスイパングリが元になってジャパンになったということはどこにも書いてありません。さらに言えば、東方見聞録の挿絵には日本地図が書いてあり、そこにはチャンパグと書いてあります。確かに
ジャパンと音は似ていますが、チャンパグがジャパンになったとは考えるのには無理があります。となると一体いつからまたなぜ日本がジャパンと呼ばれるようになったか、謎がまたまた振り出しに戻ってしまいます。なぜ日本がジャパンなのか、この動画の中ではその謎について考えてみます。広し林MMS City, Japan.話を先に進める前にですね、今出てきました2つの国名をですね、現地イタリアではどのように発音しているか、それを確認しておきたいと思います。まずツィパングリですね、ローマ字式で読むとそうなります。そしてもう一つはチャンパグですけども、イタリアではどのように読まれているかということですね。イタリアではその島はツィパングリあるいはチャンパグと呼ばれていたといいます。ではそのイタリア語の部分をどうかお聞きください。L'isola è chiamata Zipangri o Ciampagu in Italia. L'isola è chiamata Zipangri o Ciampagu in Italia. L'isola è chiamata Zipangri o Ciampagu in Italia. 2つともジパングに似ているといえば似ている、しかし似ていないといえば似ていないということではないでしょうか。しかし似ているという部分だけをですね取り上げて、中国ではジパングと言っていた。でそれをマルコ・ポーロがジパングと東方見聞録の中に表した。そのジパングが元になってイタリアではジパン、ジャパンとなった。そのジャパンがヨーロッパ全土に広がりですね、ジャパンとなったということになっているということですよね。しかしそれは本当に正しいのでしょうか。さらにその前提としてですね、中国では本当に日本のことをジパングと言っていたのでしょうか。現在の中国語においてもですね、日本は火のいずる国という意味でルーブンと発音しています。続く動画の中でその謎解きに挑戦してみます。 Bye for now。Why did Japan come to be called Japan? There are various theories about this mystery. However, in Japan, Marco Polo, who initially came to China, heard that Chinese people called Japan Chipangu or something like that, and wrote it in the Travels of Marco Polo or the Eastern Memories aswidely explained. However, Miss Himawari-san, who lives in Italy, sent me the oldest map of Japan in the world. And in the annotation of the map, it is written as follows. Japan is an island that was written by Marco Polo as Zipangri.This is a very important part of this video, so I repeat it again here, that Japan is an island just as written by Marco Polo as Zipangri. As you can see from this commentary in Italy, Japan has been Japan since ancient times. You can also see that it was written as Zipangri in the Eastern Memories, but...There is no word
Zipang or something like that anywhere. Not only is it not written so, but it's not written anywhere that Marco Polo's Zipangri was originally Japan. Furthermore, in a map of Japan, drawn in the illustration of the Eastern Memories, it's right, Champagu. It sounds a bit similar to Japan, but it's hard to think that Champagu, a Chinese word, has become Japan. So, we have to think about this mystery from the beginning, why Japan came to called Japan again. The mystery goes back to the beginning again. Why is Japan Japan? In this video, I, Hiroshi Hayashi, would like to think about it from the beginning. なぜ日本が Japan と呼ばれるようになったか、それについてはいろいろな説がありますが、一般には中国までやってきたマルコ・ポーロが、中国人が日本のことをチパングと言っているのを聞き、それを東方見聞録でそのように書いたからだと、この日本では広く説明されていますが、イタリア在住のひまわりさんという方から世界最古の日本地図が送られてきました。そしてその地図の注釈には次のようにありました。ここが重要ですから注意深くお聞きください。日本は、つまりジャパンは、マルコ・ポーロによってツイパングリと書かれていた島のことである。この注釈を読んでもわかるように、イタリアでは古来より日本はジャパンだったということになります。また、東方見聞録ではジパングリアと書かれていたことがわかります。ともにチパングとは書いてありません。書いてないばかりか、マルコ・ポーロのスイパングリが元になってジャパンになったということはどこにも書いてありません。さらに言えば、東方見聞録の挿絵には日本地図が書いてあり、そこにはチャンパグと書いてあります。確かにジャパンと音は似ていますが、チャンパグがジャパンになったとは考えるのには無理があります。となると、一体いつから、またなぜ日本がジャパンと呼ばれるようになったか、謎がまたまた振り出しに戻ってしまいます。なぜ日本がジャパンなのか、この動画の中ではその謎について考えてみます。広志林浜松シティジャパン。なぜ私がですね、ジャパンにこだわるかということですよね。それはですね、私林浩司はもともとはジャパン、つまりヤーパンというのはですね、すべての神という意味ではなかったかと考えているからです。ヤー、ヤー、神ですね。パンはすべての、あるいはパンという神もいました。ともかくもですね、日本ではですね、マルコ・ポーロが中国に行って、そこでジパングという言葉を聞いたと。それがジャパンになったというわけです。ところがイタリア語ではこれジパングとは読まないんですよね。ツイパングと読むわけです。まあ、そうした違いもありますけれども、要するに、まあ、日本の考古学者の先生たちはですね、ジャパンは、つまりはマルコ・ポーロがジパングと聞いたのが元であると、まあ、そのように主張なさっておられるわけですが、本当にそうでしょうかということなんですね。ですからどうしてもジャパンの語源について考えざるを得ないということになります。まあ、それについてはこれからおいおいと説明していきますが、ジャパン、ヤーパン、もともとは日本のことをすべての神の国という意味でヤーパンと呼んでいたと。それが逆輸入されてですね、ジャパンと読むようになった
というわけです。問題点を整理しておきます。マルコ・ポーロです。そのマルコ・ポーロがですね、中国まで来たというわけです。で、日本のことをですね、ジパングと聞いたというわけですけども、肝心の中国ではですね、日本のことをいろいろな言い方をしていたみたいです。拾えるだけ発音を拾ってみました。ここに5種類ありますけども、ジパングに近いのは下から2番目ということになるわけですね。他のはチンチパンゴ、チツイパング、ジパングリ、あれはついかもしれませんと読むわけですよね。で、この中の一つがジパングに似ているということになるわけですね。まあ、学校で習う教科書にはそのようにカタカナで書いてあります。中国では日本のことをジパングと言っていたと。それを聞いたマルコ・ポーロがジパングと書いて、それがジャパンの語源になったというわけです。最も音が近いということでジパングということにしましたが、肝心のイタリアではですね、ツイパングと発音するんですね。で、まあ、ともかくも従来説によればですね、ジパングがジャパンになったというわけです。ところがですね、マルコ・ポーロの東方見聞録の本の中に出ている挿絵の中にはですね、日本はこのように表記されています。後で発音を聞き比べていただきますけども、この左の方ですね、島が書いてあり、そこにこれが日本だというわけです。そこには、まあ、このように書いてあるわけですけども、イタリア語の発音によればですね、これはジパングというよりもツヤンパグ、ツッツヤンパグと発音するというわけです。となるとジパングというのはどこから来たかということになるわけですけども、どこにもジパングとは書いてないわけです。で、さらにですね、イタリアに残る日本最古の地図を見ていただきたいと思います。これが日本ということになりますけども、そこには IAPAN と書いてあります。イタリア語はですね、アルファベットの数が少ないということもありましてね、二重母音で一つの音を表すそうです。IA はジャと発音します。ですから、ジャパンになってますね。赤い枠を見てください。問題はその下なんですね。その島の地図の下にはですね、こう書いてあります。ジャパンはマルコ・ポーロの時代にはツイパングリ、ツイと発音するんだそうですけども、ツイパングリと呼ばれていたと、わざわざそのようにここに注釈がつけられているということです。つまりこの注釈によればですね、マルコ・ポーロがジパングと言っていたからジャパンになったとは書いてないわけです。ジャパンはジャパンで上のように別にあるわけですが、しかしマルコ・ポーロの時代にはツイパングリと呼ばれていたと、わざわざ注釈が変えられているということはですね、ツイパングリがジャパンになったということではないということになるのではないでしょうか。もう一度東方見聞録の挿絵の中に書いてある地名を読んでいただきたいんですけども、 B のところですね、そこにはチャンパグと書いてあるわけです。 ですからマルコ・ポーロはチャンパグと言ったわけですね。で、そのチャンパグが発音だけ残ってですね、 E になったというふうに考えられるわけです。チャンパグ、チャンパグリ、チャンパグ、チャンパグリですね。ともあれですね、中国語でジパングと呼ばれていた、本当かなということになるわけですけども、発音が違うんじゃないでしょうか。ジパング、ジパングがですね、その挿絵の中ではどうしてチャンパグになったのかということですね。仮になったとしてもですね、E のようにジャン・ジパングリになったということは考えられますけども、それが元でね、中国語のジパングがジャパンになったという説はですね、この流れから見ても
ありえないということになるのではないでしょうか。似て非なりというレベルでですね、どこかこじつけっぽいということになるのではないでしょうか。つまりですね、中国で日本のことをジパングと言ってたと、それをマルコ・ポーロがイタリアに持ち帰ってジパングにして、それがジパン、ジパン、ジャパンになったというわけですけども、かなり大きな無理があるということですよね。少なくともマルコ・ポーロはですね、東方見聞録の本の挿絵の中でではですね、ジパングとは言っていなかったということになるわけです。そこには何て書いてあるかというと B のところですね。ですから仮に中国人がジパングと言っていたとしてもですね、マルコ・ポーロはジパングとは書かないでツヤンパグと書いていたということになります。そのチャンパグがジャパンになったというのは、まあ、無理があるということです。では林浩の説をどうかお聞きください。Regarding why our country came to be called Japan abroad, why Japan official website writes as follows. Although Marco Polo himself had not been there, he heard that Japan is a very large island in the East Sea, 1500 miles from the continent, and in that country there is enormous amount of gold and a golden palace and etc. And from this sound of Japan or Japan, the name of Japan became in European languages Giappone, Italy, Japon, France,Japan, England, etc. But is it really correct what is written here? Why did this country come to be called Japan? Sipang in Marco Polo's The Troubles of Marco Polo became Japan, but some contradictions came out. In this video, I will try to solve the mystery, but before that,
I have to study Italian. Let's ask the Italians about Italy, right? Then Miss Sunflower or Himawari-san, who lives in Rome, Italy, taught me various things. I would like to introduce to you the comments from Miss Sunflower or Himawari-san here in this video. Let's study Italian with you before watching this video. なぜ私たちの国が Japan、Japan と外国で呼ばれるようになったかについて、日本の公式サイトのなぜなぜなぜ日本は次のように書いています。マルコポーロはジパン、ZIPANG という国があることを知った。それを東方見聞録の中に書いた。このジパングがジパングあるいはジパングとなり、イタリアではジャポーネ、フランスではジャポーン、イギリスではジャパン、ドイツではヤーパンとなったと。が本当にここに書いてあることは正しいのでしょうか。なぜこの国がジャパン、ジャパンと呼ばれるようになったのか。マルコ・ポーロの東方見聞録の中にあるチペングがジャパンになったというわけですが、いくつかの矛盾が出てきました。この動画の中ではその謎解きに挑戦してみますが、その前にイタリア語の勉強をしておかねばなりません。イタリアのことはイタリア人の方に聞けですね。で、イタリア、ローマ在住のひまわりさんからいろいろ教えていただきました。ひまわりさんからのコメントを皆さんにここに紹介します。動画を見ていただく前に皆さんと一緒にイタリア語の勉強をしたいと思います。広し林ハメマシティジャパン。まず皆さんにご覧いただきたいのはですね、世界最古の日本地図と位置づけられているこの一枚の地図です。イタリアで見つかっています。その中央やや右寄りに島が描かれてますが、これが日本ではないかということなんですね。で、左が現在のロシア、下が中国、右がアラスカということになります。で、赤い枠をつけた部分についてですね、文字が書いてありますから、それをまず判読してもらいました。で、それについてですね、ひまわりさんの方からこうありました。まず大きな文字からリノさんの添付された他の地図でお分かりかもしれませんがとあるんですね。リノさんというのはですね、同時に、まあ、連絡と言いますか情報をいただきました外国の方です。その中にトンサあるいは文語とあります。トンサというのは土佐のこと、文語というのは文語のことではないかというわけですね。で、四国を土佐、九州を文語と呼んでいたようですね。この地図では九州も独立していませんが、リノさんの他の地図では九州が文語と書かれています。この年代はラテン語とイタリア語の方言がミックスしていて、まだ現在のイタリア語になっていないので、イタリア人でも読むのは難しいです。ここで注意していただきたいことはですね、ラテン語では U が V となりますという点なんですね。はい、英語式に V と読んではいけないということです。で、イタリア語では基本的に J も Y もありませんが、つまり、まあ、英語のね、アルファベットでいうところの J や Y はないというわけです。ですからどちらも同じ発音になります。で、例えば
JA イコール YA となり、やとなる。表記する場合は IA と書く。JU、YU は U となり、表記する場合は IU となる。JO、YO はよと読み、表記する場合は IO となるという点です。特に注意していただきたいのが、この一番上、IA と書いて、や、IA と書いて、やと読む点です。これはこれから先に出てきますので、注意してください。ですので、IAPAN は、Japan と読み、Japan と同じです。皆さんも発音してみてください。IAPN は Japan、 Japan と読み、 Japan と同じです。イタリアに残る世界最古の日本地図でそれを確認してください。今赤丸をつけた部分に IAPAN とありますね。この IAPAN の発音はイタリアでは Japanと読み、ジャパンとなるというわけです。つまりここで出てくるヤーパンはですね、ジペングではないということですね。で、ちなみに現在イタリア語では日本は GIAPPONE と書いてジャポーネです。で、マレシンというのは中国海、つまりシナ海のことである。そしてサントンというのは関東のことである。ちょっとあの発音は正しくないかもしれません。で、後の中国の名前はちょっと知識が足りません。小さな文字はもっと読みづらく、はてなはてなはてなです。そのトンサ、つまりトサの下に書かれている文章ですが、次のような意味です。日本刀はマルコポーロによってジパングリと呼ばれていた。それは昔チルセと言われ、成功しなかったが、大艦、つまりジンギスカンによって攻撃された。チルセというのでしょうか。チルセというのはインド洋にあると言われた伝説の島で、金銀がたくさんある、取れると言われていたということなんですね。ここが重要ですね。この地図の表記によればですね、マルコポーロによって、まあ、つまりはジパングリと呼ばれていたというわけです。で、それは、チュリンセと言われ成功しなかったが、大艦によって攻撃されたと、まあ、地図の注意書きにはそのようにあるというわけです。そこでチルンセというんですかね、チリンセというのはインド洋にあると言われた伝説の島で、金銀がたくさん取れると言われていたというのですね。ここで確認してくださいよ。大変重要なポイントです。この地図は世界最古の日本地図です。その地図の注意書きにですね、いいですか？日本刀はマルコ・ポーロによってジパングリと呼ばれていたと。まあ、マルコ・ポーロはそのように呼んでいたということなんですね。しかし、この地図には、よく見てくださいよ。IAPAN と書いてあります。つまりですね、繰り返しになりますけれども、この地図を書いた人はですね、世界最古の日本地図を書いた人はですね、日本刀はマルコ・ポーロによってジパングリと呼ばれていた。しかし、ジパングリとは書いてないわけですよね。ここが重要ですよ、皆さん。わかりやすく言えばですね、ここには IAPAN と書いてある、書いた。しかし、マルコ・ポーロはこの国のことを昔はジパングリと呼んでいたと表記してあるわけです。で、その
サイチルセ、チリセというんでしょうかね、というのはインド洋にあると言われた伝説の島で金銀がたくさん言われていると言われていたというわけです。はい、でそのまあひまわりさんの読んでくださった読み方によるとですね、タクスマというのは竹島のことではないか、あるいは種子島かなということなんですね。そしてエスマリアというのはサンタマリア、どうしてと、まあ、クエスチョンマークがついています。そしてイソラディフォゴ、フォゴとどこのことかということになりますよね。イソラというのは島という意味です。そしてレクイフォグランデ、まあ、私のね、イタリア語の読み方というのはまたねいろいろと、はい、まあ、大変間違っていると思いますけども、要するに琉球のことかというわけですよね。解釈できるのはこれくらいですということなんですけども、この中央の島が日本であることはもう間違いありませんね。そしてその日本はこの時すでにジャパンと呼ばれていたということです。 IA はイタリア語ではジャと読みます。それをひまわりさんがこれから説明してくださいます。林先生、詳しい説明ありがとうございます。私もジパングリがジャポーネになったとは考えづらいです。そうですよね。で IA、IU、IO、あるいは JA、JU、JO がジャ、ジュ、ジョになるのはイタリア語の基本です。繰り返します。 IA、IU、IO、JA、JU、JO がジャ、ジュ、ジョになるのはイタリア語の基本です。特に IA に注意してください。 IA と言いますといやとなるわけですね。あるいはやとなりやすなると考えがちですけども、イタリア語ではジャと読むのが基本ということになるわけです。つまり IAPAN はジャパンと読むわけです。で例としてですね、ユリア、ユリアはイタリア語ではジュリアになる。ジョセフ、ヨセフはイタリア語ではジョセッペになると。ついでですが、マルコ・ポーロの東方見聞録をもとにしてですね、つまりは、まあ、マルコ・ポーロからすればですね、空想上の島ということになるんですけども、一応その島をですね表記と言いますか、書いたのがこの図ということになります。これは想像図ということになりますし、いわゆるまあ日本の想像図ということになるわけですけども、そこにはですね地名がですねチアンパグとなっています。でこの C はですねイタリアでは C と読むんだそうですね。ですからシャムパグとなっているというわけです。冒頭の日本のですね公式ホームページによればですね、マルコ・ポーロはジパングと書いたというふうにありますけども、そのジパングっていうのがどこから来たか、つまりは不明ということになります。マルコ・ポーロの東方見聞録の中では、日本はシパン、 C-I-P-A-N と書いてあるわけですね。シパンとでシパンと発音すると同時に、このマルコ・ポーロの東方見聞録を元にして書かれた想像図の日本の中にはですね、よく見てください、中央左ですよね、シアームパグとあるわけです。つまりマルコ・ポーロはシアムパンと書いたということになるのではないでしょうか。日本では常識にもなっているジパングですけども、そのジパングという国名は一体どこから出てきたというのでしょうか。下の注釈には次のようにありますよね。中国語だというわけです。中国語で日本という国はですね、いろんな呼び方で呼ばれていた。その中の一つがジパングということになるわけですね。注意書きの3行目ですよね。赤い四角で囲ってきましたけども、ジパンゴ、ジパング、ジパング、ここに出てくるわけです。それでジパングリと呼ばれ、などと呼ばれていたと。
あくまでも中国ではそのように呼ばれていたとあります。で、ひまわりさんは次のように書いてくださいました。 Z や C が G にはならないと思います。なるんだったら S や T ではないでしょうか。つまり、たとえね、ジパングであったとしても、そのジパングの Z がギャポーネの G にはならないと、まあ、それに書いてくださいました。なるんだったら S や T ではないでしょうか。だから、ジャパンが、まあ、IA はジャと読みますから、ジャパンがジャポーネになったと考える方が、ずっととてもスムーズです。ということになるわけですよね。で、地図の中にあった注意書きのようにマルコ・ポーロはジパングリをインド洋に浮かぶクリセと言われた伝説の島と思ったようです、まあ、ここからですね、つまりはマルコ・ポーロはそのジパングリという名前をですね、インド洋の、まあ、いわゆるまあ伝説の島の名前から取ってですね、まあ、それが日本だというふうに当てはめたというふうに考えるというわけです。つまりジャパンとは別の島として考えていたかもしれませんということなんですね。つまり音が似てるってことも似ていることもあるんですよね。ジパングリ、まあ、ですからマルコ・ポーロはですね、まあ、その、まあ、ジャパンという言葉を知ってですね、知ったか知らないか知らないか、それは別としてですよ、まあ、その東洋にある小さな島をですね、まあ、ジパングリと自分がね想像していたインド洋の幻の島の名前を取ってジパングリというふうに思ったというふうに考えられるということになるわけです。で、ついでですけども竹島とやあるのは、まあ、鹿児島にもあると。で、屋久島の近くですがとても小さいので地図に表記するような重要な島ではないかと思います。というのはですね、これは私がですね、まあ、そのひまわりさんがですね、これは竹島のことではないかと書かれたもんですからね、書いてくださったもんですからね、いやー大変だーなんて思ったわけですよね、その気持ちは皆さんにも分かっていただけると思うんですけどもね、世界最古の日本地図の中にね竹島とあったら、まあ、本当に大変なことですよね。はい、しかし竹島っていうのは竹島とも読めるわけですけどもね。はい、もっともこのあたりのことはですね、まあ、おまけということになるわけですけどもね、リノさんの別の地図で広大でもっと正確な地図ではトゥナクスマとなっていたので、やっぱり種子島かなと思いました。種子島はとても大きいですし、後に鉄砲伝来もここと言われるほど交易には重要な島であっただろうと思いますと。で、エスマリア、まあ、サンタマリアということになるわけですけども、西洋人は勝手に聖母マリアに島を捧げてしまったのでしょうか、まあ、そのような名前がついていますからね。で、ドイツの地図ではサンタクラーレがありましたがと、まあ、この部分ちょっと私にも意味が分かりませんけども、まあ、ひまわりさんはそのように書いてくださいました。そしてすべての神の国、つまりヤーウェの島に賛成ですと。つまりジャパンというのはですね、ヤーパン、ヤーというのは神、パンは別の方から教えていただいたんですけども、神の土地という意味だそうです。つまりジャパンをですね、ヤーパンと読むことによって神の国ということになるというわけです。バイ林博士説です。さらにひまわりさんの講義が続きます。先生、早速ありがとうございます。一つ細かいことですが、つまり私の間違いですが、先生のお説のもっとスムーズな説明になりますので付け加えます。 GIA、GIU、GIO をですね、先生はギャ、ギュ、ギョと読まれましたが、イタリア語ではジャ、ジュ、ジョです。あ、なるほどね。まあ皆さんと一緒に読んでみたいと思います。 GIA、GIU、GIO はですね、ジャ、ジュ、ジョです。ジャ、ジュ、ジョです。ですから
もっとスムーズに IA がじゃとなることがお分かりかと思います。つまり IAPAN はですね、もっとスムーズに素直にという意味ですね、 Japan になるということがお分かりかと思いますと。はい、ちなみにギャ、ギュ、ギョは H が入ってですね、 GHIA、GHIU、GHIO と表記ですので全く別の音だというわけです。それと BVNGO は、まあ、V はですね U ですから文語となるというわけです。で、文語で確定と思います。私ね、これ前回のビデオの中でね、ブブンゴなんてね、まあ規定列の読み方をしてしまいましたが、ブブンゴじゃないんですね。文語でいいというふうに教えてくださいました。後世のもっと詳しい地図では九州にはっきりと文語と入っています。まあ、昔九州はですね文語と呼ばれていたということになります。神の国ヤーパンの神の谷、神の民、まあ、ヤーマと説っていうのはあるわけですよね。神の民、すなわちですね、ヤーは神、マトは民という意味ですから、ヤーマトがですね、ヤーマト、ヤーマト、ヤマトになったというわけです。これは私の説ではありません。つまり神の国ヤーパンの神の民ヤーマトですね。皆さん、ヤマトは神の民という意味なんですよ。これで一つ傍証があってますかね、輪郭が一つはっきりしてきたということになります。まあね、今まではヤマトイコール神の民説なんてね、どこかね、はい、まあ白い目で見られていましたが、神の国と神の民を並べて考えるとですね、つまりは神の国ヤーパン、神の民ヤーマトになるというわけです。で、前回のコメント読み方を追加しました。どうもありがとうございました。じゃ、じゅ、じょですね。じゃ、じゅ、じょです。すみません、説明不足でした。中国語と書いたのは正しくなくて、先生の動画にあったチアンパグ、チパン語、チパングの類です。ツイン、ツイパングリのツイがチになるのは理解できるということです。 CI はチと発音しますと。まあ、中国ではなくてですね、これはイタリア語で CI はチとなるというわけです。ですから、まあ、中国語と今度はイタリア語の称号ということになってきますけども、まあ、これはおまけ的な話ということになるわけですね。でもやはり気になるのは、マルコ・ポーロは東方見聞録の中ではですね、ジパングなんて書いてないんですよね。 CIPANGU があるかないかですけども、 CI と書いてるんですよね。で、この CI っていうのはイタリア語では C なんですよね。で、一方中国ではチなんですよね。つまりその中国語で言うチパングが、どうしてマルコ・ポーロはイタリア語の方でシパンと書いたかという謎も生まれてくるわけです。もうもっと分かりやすく言えばですね、要するにこじつけにこじつけて、まあ、そのような解釈が出てきたとも考えられるということにもなるわけです。で、さらに詳しくこうあります。 GI は字ですが、 ZI は字ではなく髄もしくはついですから、まあ、CI、チに限りなく近いということをお伝えしたかったのですが、読み方が難しいですね。そうしますと、ジパングというのは日本式あるいはローマ字式の読み方であって、ジパングというのをですね、まあ、読むとですね、これ中国語なのかイタリア語で読むのか分かりませんけれども、随もしくはつい、随パング、まあちょっとごめんなさい、笑っちゃって。それで地にすると、まあいろいろありますよね。で、イタリア語は英語の表記と結構違うので、英語を読みしてしまうと離れていってしまうと思いましたので、ということは、まあね、
いわゆる、正しくなくなってしまうと思いましたから、このように教えてくださったということですよね。で、そうです、イタリア語には Y も J もなく、その2つは I の E と同じですと、つまり二重母音となっているというわけですね。YA も JA もやとなるのですと、二重母音ということですね。2つの母音をくっつけて1つの母音になるというわけです。つまりここまでの一つの結論ということになるわけですけども、マルコ・ポーロはですね、中国まで行ってですね、日本のことを、チパングとかジパングとか聞いたわけですよね。でそれをイタリア持って帰ってジパングにしたというわけですけども、ですね、そのイタリアへ帰ってジパングにしたという事実がどこからも浮かんでこないんですよね。はい。で、仮にジパングというふうに書いたとしても、イタリアではそれをジパングとは読まないというわけです。で、もう一度言ってきますが、次のひまわりさんの話に耳を傾けたいと思います。ラテン語やどこかの国の古語で IA、YA、JA と書かれていたら全部同じ発音で、それが現代イタリア語になるとジャと発音されるようになります。IAPAN はですね、つまりはジャパンということになるということなんですけども、例えばジーザス、イエスはイタリア語ではジェスになりますと。そしてヨハネ、ね、ジョハネスと英語式に読むわけですけども、ヨハネはジョバンニですと。ですから IAPAN をですね、ジャパン、あるいはヤーパンと同じ発音で、現在イタリア語でジャポーネになるのは全くの規則通りですと。ですからジャパンがですね、その頃、日本最古の地図、世界最古の日本地図の中でね、 IA ジャパンと書かれていたと、それが現在のジャポーネになるのは全く規則通りであると、何も問題がないというわけですね。となるとマルコ・ポーロの、はい、キテレツの名前はどこかへ消えたわけですけども、どこへ行ってしまったのかということになるわけです。ひょっとしてですね、ジパングというのは、つまりは捏造された名前ではないかということにもなってくるわけです。元を正せば中国語の、日本の読み方であった、それを、ちゃっかりと、マルコ・ポーロがそのように読んだと。でそれが元になって現在のジャパンという言葉が生まれたというような流れをですね、どなたかが捏造されたのではないかということにもなってくるのではないでしょうか。つまりジパング説というのはですね、あまりにもできすぎた話ということになるわけですけども、もうあと少しですから我慢してお聞きください。で、私のですね、ジャパンルーツ、日本ジャパンの、ルーツですね、つまりジャパンという国名がですね、どこから来たかという説なんですけども、についてですけども、私はヤーパン、すべての神の土地、すべての神の土地説を、唱えているわけです。で、それについてですね、林先生、なかなか説明が難しいです。本当に難しいですね。IA PAN、 つまり JAPAN、 YA PAN、 YAPAN、 JA PAN、 JAPAN、 ドイツでは YAPAN、 すべて YAPAN と読みますと。つまり YAPAN と読んでも良いというわけです。ラテン語もしくは他の国の言葉です。古い文献です。古語と解釈してください。古語ではそのようだというわけです。で、ヨーロッパの共通語はラテン語やギリシャ語でした。特に書くときの文章の場合、それが現代イタリア語になるとジャポーネと変化します。つまり現代イタリアではですね、ジャポーネ、日本のことをジャポーネっていうわけですけども、それは IAPN、 ヤーパン、あるいはジャパン、つまりそこから、出ているということになる。それが変化してジャポーネになったというわけです。どこにもマルコ・ポーロのジパングの話は出てこないということです。
そしてひまわりさんはこう教えてくださいました。ここが重要です。 ZI は字ではなく、いいですか皆さん、私たちはマルコポーロがジパングジパングと、まあ、言ったから、それがジパングだからジャパンになったと考えてますよね。ところが肝心の、まあ、何ですか、大元であるイタリアではですね、 ZI は字ではなく随、ま、もしくはついと発音され、 G にはならないということをお伝えしたかったのです。つまりジパングっていうのは、それは私たちの日本語式の読み方であって、つまりはズイペン、あるいはスイペンというわけですね。そうしますと、まあ、マルコ・ポーロがですね、中国で聞いたジパングっていうのはどうやら、まあ、ということになるわけですよね。クエスチョンマークがザラザラザッと並ぶということです。で、ここが重要ですけども、マルコ・ポーロの、まあ、東方見聞録の中にはシパングって書いてあるんですね。 C-I-P-A-M-G シパングから、まあ、ジパングリはこれは考えられると。しかし、チからツイは似ていると。でも、G の発音になっていくと。まあね、ジパン、G。私たちはグ、G って言うんですけども、それがまあ日本のジャパンになったというのが一般説ですけども、G の発音とは程遠いということです。ギャポーネ、ジャポーにはならないということです。ということなんですね。で、IAPAN。ジャパンイコール JAPN ジャパン、これは昔から当然です。どう発音するかがその国によって違うだけだと思います。以上がひまわりさんからいただいた、まあ、コメントということになります。分かりにくい話になったと思いますけども、結局はこの地図に戻るということになるわけです。で、日本が描かれている、世界最古のと言いますかね、まあ、イタリアで発見された日本最古の日本地図ということになるわけですけども、その中央にはジャパンと書いてあるわけです。 IAPAN はイタリア語でジャパンと読むわけです。そしてその右下にですね、中が書いてありますね、まあ、それを読んでくださいましてね、ひまわりさんが次のように翻訳してくださいました。つまりですね、日本刀はマルコ・ポーロによってジパングリと呼ばれていたと。それは昔何々何って書いてあるわけですけども、日本刀はですね、マルコ・ポーロによってジパングリと呼ばれていたというふうに書いてあるだけで、この島のことをジパングリと書いてあるわけでもありませんし、本来はジャパンだけどもジパングリと呼ばれていたということなんですね。そのジパングリがジャパンになったとは書いてないわけです。もしマルコ・ポーロの時代からジパングリであったならばですね、ここにはジャパン、ヤーパンとは書かなかったはずということになるということではないでしょうか。ひまわりさん、どうもありがとうございました。大変な勉強になりました。ここまでの動画を発表しましたら、ひまわりさんから訂正のコメントが届きました。それをそのまま読ませていただきます。林先生、私のようなものの話を大変誠実に考察していただきありがとうございます。恐縮し感動です。そしてだからこそ先生が勘違いをなさっておられ、そのまま配信されては申し訳なく思い、しつこいようですが、もう一度同じ点を繰り返します。私も分かりやすく書こうと思っているのですが、対面会話でないとこんなに伝えるのが難しいとは思っていませんでした。再挑戦です。英語アルファベット読みで IAPAN、JAPAN、YAPAN はイタリア人はジャパンと読むのは間違いです。イタリア人はすべてヤパンと読みますということなんですね。もう一度繰り返します。上の3文字はですね、IA、JA、YA と
スペリングは違いますが、発音は同じ、ヤーペン、ヤーペン、ヤーペンということなんですね。で、これは現代イタリア語ではありません。しかし、この3つは全部同じ言葉で、古文献に出てくれば、またそういう文字がですね、出てくれば、ヤーパン、ヤーパンと読み、日本のことです。はい、わかりました。はい、ヤーパンです。ヤーパン、ヤーパン、ヤーパンですね。イタリア人は、ヤーパンと読みます。それがですね、現代の、つまり現代イタリア語になると表記が変わってジャポーネと書かれ、ジャポーネと発音します。例えばラテン語のイウリア、もしくはジュリアをですね、イタリア人はユリアと読みます。現代イタリア人の名前になると GIULIA 英語標識ですねと表記され、ジュリアと読みます。しかし同じ名前です。はい、難しいですね。もう一つ重要なミスがありました。英語アルファベット読みで CI はイタリア人はチと読みます。チチチチです。つまり私がですね、イタリア人は死と読みますということについてですね、死ではなくてチチチチチだそうです。ですからその下のスペリングの、まあそのイタリア語はですね、チャンパグと読むのだそうです。チャンパグ、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 チャンパグですね。はい、それからその下はこういうふうに書くわけですけども、チパンゴ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 と読むんですね。はい、ごめんなさい。そして、その下の文字はですね、これは、まあそれはですね、ツイパングと似ていますと。ツイパング。だから、ジパングとは読まないということですね。ツイパングってのはおかしいですね。で、ひまわりさんはですね、Z の、Z ですね、英語でね、発音のイメージですと言って、ピッツァ。あ、なるほど。それならよくわかりますね。ピッツァ、ツァ、ツァ。で、ツイパングとなると。まあそういうことなんですね。ですから、ひまわりさんの説明によればですね、日本人の私たちが言っているジパングは、正しくはツイパングと。まあそういうことなんですね。ピザのザ、ピザのザということになるわけです。まあ、結論から言うとですね、つまりはこのツパングがやがて変音してジャパンになったという説は、そもそも根底から崩れるということになるわけです。古語では日本のことはイタリアではヤーパンと呼んでいたということです。これで矛盾が解消したと思います。つまり日本の古名はヤーパンであったということですね。つまり、マルコ・ポーロが伝えた、つまりはジパングではなかったということです。そもそもジパングという単語、言葉はどこから出てきたかということにもなるわけです。以上ですが、結論としてはですね、要するにジャパンの語源がジパングであったという説は、こうして崩れ去ったということになります。まあだからといってね、ジャパンイコールヤーパン、すべての神、あるいは神の国説に結びつくというわけではありませんが、少なくとも従来のマルコ・ポーロ説によるジパングイコールジャパン説は、まあ崩れてしまったということになるのではないでしょうか。またあの訂正ありましたら、どうかひまわりさん教えてください。こういう形でどんどんつなげていきたいと思います。では今日はこれで失礼します。バイ。
The first map of Japan, based on the hearsay account of Marco Polo. Its existence was doubted by many cartographers until it was rediscovered by the Europeans when first Portuguese ships arrived in 1543. In 1543. In Italy today, Japan is written as Giappone in English reading. First, let's listen to and compare each pronunciation. この地図はマルコ・ポーロの伝聞に基づいて書かれたものですが、1543年にポルトガルの船が日本に到着し、ヨーロッパ人によって再発見されるまで日本の存在については多くの地図制作者たちは懐疑的に考えていました。その地図には日本はチャンパグと表記されています。現在のイタリアでは日本はギアポーネと書きます。最初にそれぞれの発音を聞き比べていただきます。広し林浜松シティジャパン。In Italia, il Giappone è scritto come Ciampagu. Ciampagu, 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 Ciampagu. Giappone, 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 Giappone. Cipenguo, Cipengo, Cipengu, Cipengu, Zingpengui. Cipenguo, Cipengo, Cipengu, Cipengu, Zingpengui. Cipenguo, Cipengo, Cipengu, Cipengu, Zingpengui.つまりですね、中国までやってきたマルコ・ポーロが日本のことを知ったというわけですね。そしてそのマルコ・ポーロがイタリアに戻って日本を、まあ、このように呼んだということですね。はい。そしてそれがいわゆるジャパンになったというわけです。ではもう一度発音を聞き比べて見てください。チペンクオ、シペンゴ、シペングウ、シペングウ、ジンペングリ。チペンクオ、シペンゴ、シペングウ、シペングウ、ジンペングリ。チペンクオ、シペンゴ、シペングウ、シペングウ、ジンペングリ。チャンパグ、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 チャンパグ。ジャポネ、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 ジャポネ。そしてそれが現在のジャパン、ジャパン、ジャパンになったというわけです。が本当にそうでしょうかということになりますが、つまりジャパンの語源はもっと他にあるのではないのかということになりますが、さらに謎が続きます。イタリア在住のリノ・トホロさんがですね、さらにこんな古地図も見つけてくださいました。中央
やや右より下にあるのが日本というわけですね。で、左上がロシア、下が中国、そして右が現在のアラスカということになります。そしてその下に島が描かれていますが、この島が日本だというわけです。で、この島をですね、拡大してみると、そこにはこのように表記されています。注意深くご覧ください。ここが重要ですから、もう一度確認してください。日本の地図ということになります。で、この地図はマルコ・ポーロの伝文によって書かれたものではないということですね。左上がロシア、そして下が中国、そして右が現在のアラスカということになります。で、ここにはなんと表記されているかということなんですけども、ここにはなんと Japan ではなくてですね、ヤーパンと書いてあるわけです。注意深くご覧ください。 IAPAN と書いてありますね。どうしてここにはこのように表記されているかということなんですね。 IAPAN と書いてあります。いや、いや、や、ヤーパンとつながっていくわけです。これについて別の協力者の方からですね、こんなコメントが届いています。ここに書いてある F は S のことですと、 V は U のことですということなんですね。そして中段、日本というのはドイツ語で発音されていたのかもしれないということなんですね。わかりやすく言えばヤーパン、つまりですね、イヤーパンというのはヤーパンと読める。つまりその読み方はドイツ語式の読み方であるというわけです。どこにもギアポーネという、どこか規定列な読み方ではないという点に注意してください。イヤーパン、イヤーパン、すなわち後のジャパンにつながるというわけです。念のためにこれが日本の地図であるということをですね、皆さんに確認していただきます。発音はやや違いますが、トンサ、トサのことではないでしょうか。ビンゴ、ビンゴ、つまりビゴのことではないでしょうか。それからカゴスメというのは鹿児島のことではないでしょうか。つまりこれはまさしく日本地図ということになります。そしてこの地図がですね、イタリアの地図だという点に注意してください。左上にマレシンと書いてありますね。マレというのはイタリア語で海という意味です。つまり現在のシナ海ということになるわけです。どうしてこの地図では日本がヤーパンになっているのでしょうか。もしこれが日本であるとするならばですね、日本って書いてあるわけですけども、ギアポーネというふうに書いてあってもおかしくないわけです。現在のイタリアにおける日本地図にはですね、ギアポーネ、ジャポーネと書いてあります。繰り返しになりますが、リノトフォロさんの研究って言いますかね、報告によればですね、左の上の地図は、これは、マルコ・ポーロの、その伝文に基づいて想像図として書かれた日本ということになるわけです。1520年ですよね。で、この島の名前は確かに中国語と酷似しているわけです。ですからこの島の名前は中国語から来た、日本の名前ということになるわけです。それは認めるって言いますか、認めざるを得ないわけですよね。事実としてその証拠が残っているわけです。ところがですね、先ほど言いましたように、それから50年後、世界で初めての地図というふうにリノ・トフォロさんは報告してくださいましたが、その世界で最古の地図の中には日本はヤーパン、ヤーパン、
ヤーパン、つまりドイツ語式で書かれているというわけです。で、ドイツ語式では現在は JAPAN と書いてヤーパンと読みます。そのヤーパンが逆流して英語に入ってジャパンになったと私は考えています。つまりマルコ・ポーロ伝説に基づく日本の国名と、それから、まあ、ここのこの地図に表記されているヤーパンの語源は別である、別であったと私は考えるわけです。つまりヤーパンが先にあって、でそれをヨーロッパに入って、まあ、ドイツ人たちが、まあ、ドイツ系の民族ですね、ジャパンと表記して、まあ、神ですよね、すべての神という意味でヤーパンになって、それが現在のジャパンの語源になったというわけです。まあ、あくまでも仮説ということになりますけども、つまりマルコ・ポーロ説とジャパン説は一度切り離して考えてみる必要があるんじゃないかと私は考えています。話の内容を整理して結論とします。マルコ・ポーロです。1254年から1324年の人物です。で、そのマルコ・ポーロが東方見聞録を書いて日本のことをシュペングと書いたわけです。シュペンで、そのマルコ・ポーロの話をもとにして架空空想の日本の地図が1522年に書かれます。その地図の中の日本はシャムパグ、チアムパグと表記されています。で、それが現在のジャポーネ、イタリア語の日本を表す言葉になり、そしてそれが現在のジャパンに変音したというわけです。これが従来説ということになります。ところがそれから48年後、同じイタリアで日本地図が書かれます。世界最古の日本地図です。その中には IAPAN、 ヤーパンと表記されています。ヤーパンです。で、これはドイツ語式に読んだと考えるとヤージャーパンとなります。ヤーパンですね。ドイツでは J をヤーと読みます。そしてジャーパン、ドイツではヤーパンと読みます。つまりこうしてジャパンが決まったというのが私林博士の説ということになります。で、従来の説に従うとですね、マルコ・ポーロはシパンと表記したわけです。となるとどうしてそれがジャポーネという音に変わったのか、さらにはジャパンに変わったのかということになりますし、マルコ・ポーロの空想上の、まあ、つまりは島をですね、チアムパグと表記したのかということになります。似て非なりということですね。そして同時にそれから48年後の、まあ、に発表された地図の、まあ、1570年の地図ですけれども、どうしてそれにはヤーパンと書いてあったかという大きな大きな矛盾が生ずるということになります。で、イタリア・ローマ在住のひまわりさんという方からこんな書き込みが届いています。注意深くお聞きください。林先生、詳しい説明をありがとうございます。私もジパングリがジャポーネになったとは考えづらいです。 IA、IU、IO、JA、GU、JO がギア、ギュ、ギョになるのはイタリア語の基本です。例えばユリアはジュリアになります。ヨセフはジュセッペになります。 Z や C が G にはならないと思います。なるんだったら S や T でしょうか。ですからヤーパンが Q
ギャポーネ、ジャポーネになった方がとてもスムーズです。ここが重要です。ヤーパンがですね、ジャポーネ、現在のイタリア語で日本を意味する言葉になった方がとてもスムーズです。地図の中にあった注意書きのようにマルコ・ポーロはジャパングリをインド洋に浮かぶクリセと読むでしょうかと言われた伝説の島と思ったようです。つまりですね、マルコ・ポーロはヤーパンとは別の島として考えていたのかもしれません。すべての神の国ヤーウェの島説に賛成です。2021年4月24日イタリア・ローマ、ひまわりさんより。ひまわりさん、どうもありがとうございました。マルコ・ポーロの東方見聞録の説に従ってですね、すべてをそこに説明を求めるというのは無理があるということではないでしょうか。そしてジャパンはですね、まさにドイツ語で読めばヤーパンとなり、そしてヤーは神、パンはすべてのという意味になります。続く動画の中でそれを説明します。少し前に編集制作した動画です。何か矛盾のようなものを感じられましたら、できるだけ号数の大きいものの動画をどうかご覧になり、そちらの内容を優先してください。 Bye for now. Questa è una mappa disegnata nel 1570. I nomi dei luoghi su questa mappa sono scritti in italiano. Ma non riesco a leggere i nomi dei luoghi scritti qui. Vorrei leggere i nomi dei luoghi su questa mappa. Se riesci a leggere questi nomi di luoghi, per favore dimmi cosa significano questi nomi di luoghi. This is a map drawn in 1570. The place names on this map
are written in Italian, but I can't read the place names written here. I would like to read the place names on this map. If you can read these place names, please tell me what these place names mean. Thank you very much. これは1570年に書かれた地図です。この地図の地名はイタリア語で書かれていますが、私はここに書かれている地名を読むことができません。この地図に書かれている地名を私は読みたいと願っています。もしあなたがこの地名を読むことができたら、これらの地名がどこを意味するか私にどうか教えてください。広し、林、浜松市、ジャパン。Questa è una mappa disegnata nel 1570. I nomi dei luoghi su questa mappa sono scritti in italiano. Ma non riesco a leggere i nomi dei luoghi scritti qui. Vorrei leggere i nomi dei luoghi su questa mappa. Se riesci a leggere questi nomi di luoghi, per favore dimmi cosa significano questi nomi di luoghi.Living Language Expert Forums writes about the origin of the word Japan as follows. It is commonly believed that the word Japan comes from how an Italian traveler, Marco Polo, 1254 to 1324, calls the country in his book Il Milione.He writes, people on the island of Zipangu have tremendous quantities of gold. So he calls the country Zipangu, and this is said to be the origin of the word Japan, or Giappone in Italian, Japon in France, etc. But why did Marco Polo call it Zipangu? Where did that come from?日本の考古学の世界では広く一般にかつてマルコ・ポーロが東方見聞録の中でこの日本をジパングと呼んだ。それがジャパン、つまり日本、ジャパンの語源になっていると信じられていますが、本当にそうでしょうか。広し、林、浜松市、ジャパン。もう一度最初から画面を見ながら説明します。マルコ・ポーロです。1254年から1324年です。この年号が大切ですから、しっかりと記憶しておいてください。1254年から1324年です。そのマルコ・ポーロは中国まで来て、そして帰国し、東方見聞録を表しました。その中にチパングという名前が出てきます。この日本のことをチパングと呼んだというのです。そのチパングがイタリアでジャポーネになり、フランスで
ジャポンになり、それが語源となって英語のジャパンになったというのですが、この説はどう考えてもおかしいということになります。これからそのおかしさを順に説明していきます。つまりこの説に従うと、日本つまりジャパンはですね、マルコ・ポーロ以前にはなかったということになります。少し話は脇道にそれますが、古来より世界地図は東を上にして描かれる習わしになっていました。特にキリスト教の世界では、神は東よりやってきたという聖書の教えに倣って、東を上にして書く習わしになっていました。今ご覧いただいている地図でもそのようになっています。一般にはエルサレムを中心にして、左下にヨーロッパ、右下にアフリカ、そして上つまり東にアジアを書く習わしになっていました。例えばこの地図はウィキペディアの方では世界最古の世界地図として紹介されているものです。この地図でもやはり上がアジアになっています。そしてこの地図が表されたのは1040年、つまりマルコ・ポーロよりも約300年も前の地図です。ここが重要です。マルコ・ポーロの時代よりも300年も前の地図です。この右の地図の名前は The Anglo-Saxon Cotton World Map となっています。1040年の作ということになっています。その地図の頂点に丸い小さな島が描かれています。ただ大変残念なことに、この赤い丸をつけた島に文字らしきものが書かれていますが、その文字を判読することはできませんでした。が、この島は間違いなく日本ということになります。つまりマルコ・ポーロが東方見聞録を書いたその300年前に、すでに日本はこのように地図の上で表現されていて、そしてその地図には何やら文字らしきものが書かれているということです。当然ここに地名が書かれていたものと思われます。こうした古地図に残るその頂点に描かれている、その島の上に書かれている文字がですね、読みたくてイタリア在住の協力者のニコさんに問い合わせました。で、そのニコさんからこのような返事が届いています。その地図はコットン世界地図と呼ばれているものですと、が読むことができないと、文字としては古代英語のようであると、がしかしその位置にある島はローマ時代から、ソリス・インスラ、つまり太陽の島と呼ばれていたとなると、日本は太陽の島ということになるのではないかということなんですね。そこで調べてみました。ここに出てくるポンプユス・メーラという人物はですね、紀元後45年に亡くなったローマ時代の地理学者であることが分かりました。その地理学者が地図を書いていたみたいです。その中に太陽の島という島が描かれていたということになります。だから、まあ、ニコさんがおっしゃるにはですね、この地図の上では文字を読むことができないけれども、そこには太陽の島、つまり書いてあるとしたらですね、ソリス・インスラと書いてあったのではないかということです。そして日本の国旗の太陽のマークとも一致すると。ただ
太陽の島イコールジャパンということにはならないわけですけども、まあ、古来よりですね、この私たちが住んでいる日本という島は神々の大変重要な島であったということについてはもう間違いがないということになります。つまり古代ローマにおいてもですね、ソリス・インスラという島、つまりそれはまさしく日本列島のことを言うわけですけども、その島が存在していたということになります。まあ、続く動画の中でもう少し詳しく説明していますが、これがイタリア・ローマ在住のニコさんからの返事ということになります。大変重要な、まあ、返事といいますか手がかりになりました。まあ、これはですね、今ご覧いただいているのはその後ずっと後になって書かれました19世紀に書かれたポポニウス・メラの地図と言われているものです。参考までにここに挙げておきます。In Ezekiel chapter 43 of the Holy Bible, it writes as follows: And behold, the glory of the God of Israel was coming from the way of the east, and his voice was like the sound of many waters, and the earth shone with his glory.エゼキエル43章は次のように書いています。見ろ、イスラエルの神の栄光は東からやってきた。神の声は怒涛のごとく、そして神の栄光は大地を照らした。と。広林浜松市ジャパン。今ご覧いただいているのが世界最古の地図と言われているものです。シュメールで発見されました。この地図で注意していただきたいのはですね、向かって左下がヨーロッパ、向かって右下がアフリカということになります。その間に地中海が横たわっています。そして上方がアジア、つまりアジア大陸ということになります。全体的に丸みを持った地図として表現されています。上の方にオリエンスと書いてありますね。つまり、オリエント、東洋ということになります。一般的には、旧約聖書の世界では、東を上にして地図が表現されています。現在私たち人間が使っている地図は北極、つまり北が上になっていますが、シュメール、バビロニアでは東を上にして書く習わしになっていました。向かって左側がヨーロッパ、右側がアフリカ、そして上がアジアということになります。具体的に地図を見てみます。これは紀元後に書かれた地図ですけども、まだ今から1000年近く前までこうした地図が使われていました。先ほど言いましたように上がアジア、向かって左下がヨーロッパ、右下がアフリカということになります。そして上がオリエンスですね。オリエントです。東洋です。まあ、このような地図が使われていたわけですけども、気になるのはその頂点のところに小さな島が描かれているという点です。この地図注意深く見てくださいね。やはり左下がヨーロッパ、右下がアフリカ、そして上がアジア大陸ということになります。そのアジア大陸の果てに小さな島が書かれています。まあ、中心がエルサレムということになります。ブルーの部分が地中海ということになりますね。で、この黄色い部分がインド洋あたりということになるんでしょうか。そして上が東、つまり東洋、すなわち日本ということになります。ここに描かれているのが太陽のマーク、すなわち日本ということになりますが、これだけでははっきりしませんね。別の地図で見てみます。これもやはり同じくキリスト教の世界で使われていた地図ですけども、中心に多分これがイタリアだと思われます。そして真上、すなわち真東に小さな島が描かれています。
この島に注意してください。この島に注意してください。どうしてここに島が描かれているか、逆に言いますと、私はこれが日本と判断しました。というのもですね、中世においてでさえ、日本という国はこのような形で表現されることが多かったからです。これが1587年の地図に載っている日本です。つまり全体として見ると、楕円形のような形をしている点に注意してください。ただこの日本は北が上になっているようです。この形と先ほどお見せしました地図における日本を比較してみてください。もう一枚の地図を紹介します。基本的には同じ書き方です。で、この中央にエルサレムがあります。イスラエルですね。そしてブルーの部分が地中海です。そして左にヨーロッパと表記してあります。そして右、グリーンの部分がアフリカ、そして上、黄色い部分がアジア大陸ということになります。そのアジア大陸の東の果てに小さな島が描かれています。この島に注意してください。アジア大陸の果て、この位置に位置する島は日本ランドを置いて他にありません。皆さん、これが日本です。古来より旧約聖書の世界では日本をこのようにして描いていました。右下に見えるのがこれ朝鮮半島のように思います。その上に日本ランドがあるということですね。もちろんこれは日本です。神々の国、日本です。他の地図でもやはり上の方に日本ランドが描かれているようです。さらにこの地図ははっきりしています。その中央上に島が描かれ、その上に太陽が描かれています。日のいずる国、日本ということになります。結論ということになります。マルコ・ポーロです。マルコ・ポーロは1254年から1324年の人物と言われています。ここが重要です。1254年から1324年です。晩年に東方見聞録を書きましたので、少なくとも1300年以後にその本は書かれたということになります。その中にチペングという名前が出てきます。そのチペングがイタリア語でジャポーネになり、フランス語でジャポンとなり、そしてそれが英語につながりジャパンとなったということですね。そしてなぜジャパンがジャパンなのかということになれば、マルコ・ポーロの東方見聞録にそれがあったからだということになっています。ところがおかしなことに、それ以前から日本という国は世界地図の中に載っていたわけです。繰り返しになりますが、古代の地図においては東を上にして書く習わしになっていました。特にキリスト教系の地図では東が上になっています。神は東からやってきたという旧約聖書の教えに習うものです。From the way of the east となっています。そして右の地図を見てください。マルコ・ポーロの時代よりも300年も前に書かれた地図です。その地図の上には日本ランドが正確に描かれています。となると、その日本ランドには名前がなかったということになりますが、そんなことはありえません。左の地図は1040年に書かれたものです。そして右の地図は1190年に書かれたものです。つまりこの頂点のところに島が描かれています。その島の形はイタリアに残っている古地図の形と一致します。つまりこれは神の国であるということになりますが、もしここにその説明がしてあるとするならば、ここには神の島、あるいは神の国と書いてあった、あるはずです。ただ残念なことに、この文字はここでは判読できませんでした。
もう一度中央下のイタリアに残る地図を見てください。上下反転してありますが、そこにはジャポーネイソーラ、つまり日本島と書いてあります。日本島は古来このように丸く書かれる習わしになっていたようです。それと同じ形が上2枚の絵にも表現されています。つまりここに描かれているのは日本ということになります。そしてその日本島の上には文字が書かれています。繰り返しになりますが、そこに文字が書かれているとするならば、ここは神の国であるというようなことがここに書いてあったと思います。ただ残念ながら文字が判読できませんでした。ただこれだけは言えると思います。日本をジャパンと呼んだというのはマルコ・ポーロの東方見聞録がその語源になっていると言われていますが、それ以前に日本という国はあったということです。となると日本はどのように呼ばれていたかということになりますが、神のことをヤーウェと言います。ヤーウェです。つまり日本の JA はヤーと読めるわけです。そしてそのヤーが JA と表記されてヤーパン、そしてジャパンになったと私林宏は考えています。続く動画の中でそれを詳しく説明しますが、ともかくも少なくともですね、ジパング、あるいはその前のジパングが日本のジャパンの語源になったと考える説、つまりマルコ・ポーロ説はここで私は崩れると思います。マルコ・ポーロはジパングとは書いていますが、ジャポーネとは書いていないのです。つまりもともとはジャパンはヤーパンと呼ばれていた。ヤーは神、パンはギリシャ語ですべてのという意味です。つまりヤーパン、すべての神々という意味だったのです。それがヤーパンになった。そしてそれが英語に入りジャパンとなったというわけです。続く動画の中でそれについてさらに詳しく説明します。最後に一言、今お見せしている地図がマルコ・ポーロの時代よりも300年も前に書かれた地図です。その頂点にはジャパンランドが表現されています。そしてここに説明文らしきものが書かれています。アングロ・サクソン・コットンワールドマップと呼ばれている地図ですけども、何と書いてあるか、ここに書いてある文字が解読できれば私の説の正しさが証明されるということを私は信じています。とても残念です。 Bye for now。 It isVery strange to say, however, that no one knows why Japan is Japan, though, according to commonly held view, the name of Japan originated from the name of Jipan, the name used by Marco Polo. Here is another view in which I may claim that Japan or Japan,came from God all, since I have some concrete reason. Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. 大変奇妙なことに、なぜ日本が Japan なのか、誰も知りません。一応、通説ではですね、マルコ・ポーロが東方見聞録の中で Japan と書いた。それがジャパンにつながっていったというふうに説明されています。つまり、初めから Z というのは G としか読めませんので、G という音があったというわけです。が、この説はどう考えてもおかしいですね。最初から G という音が決まっていて、ジャパンとなったというのです。ジパングが
そしてジャパンと表記されるようになったと。一般にはヨーロッパでは JA はヤと発音されます。で、それからジャパンという風に読まれるようになったということになります。これに対してですね、他の説もいろいろあります。基本的には最初日本はジャパンと呼ばれていたというんですね。で、ヤパンと呼ばれていた。で、それを JAPAN と表記した。そしてそれを英語式にジャパンと読むようになったというわけです。で、それが逆流してジパングとなっていったというふうにも解釈できるわけですね。まあ、順序があべこべだということです。で、一般にはこの矢というのは、邪馬台国の矢であるとか、和国の和であるとか、大和の矢であるとかというふうに、いろいろと説明されています。が、これに対して、こんなことを教えてくださった視聴者の方がいらっしゃいます。ロールフ・クリエーションという方ですけども、日本、つまり、ジャパン、つまり、ヤーパンは、神の国を表す言葉ではないか、と言うのです。ヤーというのは確かに、神という意味なんですね。で、パンが問題なんです。まあ、いろいろな意味があるそうです。ヘルメス、あるいはトートの、エメラルドタブレット、あるいはディオニソスなど。ここに出てきます、エメラルドタブレットというのは、古来より、錬金術のですね、秘宝を、まあ、記したタブレットと言われています。で、これについて、どう思いますか、と。ヤーが神を表す言葉であることは、これはわかりやすいですね。後でも言いますが、ユダヤ教では絶対的な神をヤーウェと発音しています。ヤー。ヨーロッパ方式で読めば、ヤーですね。ヤー、パン。それが、ジャパンになったということです。ヤーが、ヤーウェになり、そして一般には、エホバと呼ばれています。で、問題は、パンなんですね。で、私なりに、いろいろ調べてみました。で、ロールフ・クリエーションさんがおっしゃるには、ヘルメス、トート、エジプトの神ですね、最高神ですね、エメラルドタブレット、あるいはディオニソスってことになるわけですも、ディオニソスってことになりますと、バッカス、あるいはマルドックへともつながっていきます。で、このつながりがよくわからないものですから、まあ、なんとか質問したんですけども、今のところ返事は届いていません。で、私なりに調べてみました。これがエメラルドタブレットと言われているものです。錬金術の秘宝が書かれているそうです。で、パンっていうのはですね、ギリシャ語なんですね、もともとは。すべて、あらゆるという意味です。パン。で、現在もですね、英語の接頭語としてよく使われています。よく知られているのが、パンアメリカン。すべてのアメリカという意味ですね。で、パンっていうのは、すべてという意味であると。そのように解釈しますと分かりやすいんですけども、こじつけっぽいですね。で、私の説をもう少し聞いていただきたいと思います。古来、旧約聖書、キリスト教の世界では、東を上にして地図を書く習わしになっていました。そしてアジア大陸の東の果てには、日本が描かれていました。下に小さく見えるのが朝鮮半島ということになります。いわゆる日本が地図の頂点に書かれていたということになります。つまり、神の国ということになります。別の地図でもやはりそうなっています。詳しくは続く動画の中で説明しますが、この地図の中でも、まあ中央にイスラエルがあり、左がヨーロッパ、右がアジアということになります。ブルーの部分が地中海ということになります。そしてアジア大陸の果てに、やはり同じように小さな島、日本が描かれています。この黄色い部分がアジア大陸ということになります。
そして頂点に日本が描かれています。ここですね。で、拡大してみますと、やはり日本が描かれ、右下に朝鮮半島らしき、半島が描かれています。つまり、日本はまさしく神の国であったということになります。で、ここにあるのが朝鮮半島ですね。で、ここが、これが日本ということになるわけです。つまり、旧約聖書及びキリスト教の世界では、日本は神の国として表現されていたということになります。となりますと、ジャパンがですね、神の国という意味を持っていたとしてもおかしくないということになります。In Ezekiel chapter 43 of the Holy Bible, it writes as follows: And behold, the glory of the God of Israel was coming from the way of the east, and his voice was like the sound of many waters, and the earth shone with his glory.エゼキエル43章は次のように書いています。見ろ、イスラエルの神の栄光は東からやってきた。神の声は怒涛のごとく、そして神の栄光は大地を照らした。と。実際、ユダヤ教の最高神をヤーウェと言います。そして英語式に書けば、ヤーウェと書きます。ここなんですね。ヤーウェ。ヤーと発音しています。これはヤーとしか読めません。が、ヤーをですね、別の書き方をしますと、ヤーと書けるわけです。まあ、ヨーロッパ方式ですね。それにパンがくっついた。とも解釈できるわけです。すなわち、ヤーペン。となるわけですね。で、もともとはヤーパンと呼ばれていたということになります。それがヤーパン、英語式にジャパンとなったということになります。それをマルコ・ポールはジパングと聞いたということになります。というふうにも考えられるということです。今の段階ではあくまでも仮説ということになりますが、ありえない仮説ではないと思います。続く動画の中で、日本がまさに神々の国であったということを証明します。Bye for now. The Anglo-Saxon cotton map was probably created at Canterbury between 1025 and 1050, but is probably ultimately based on a model dating from Roman times
as is written in Wikipedia English. ローマ時代からの地図を元にして作られたと言われているのが、今ご覧いただいてますアングロサクソンコットン地図と言われているものです。その頂点には小さな島が描かれています。その島の謎についてこの動画の中で考えてみたいと思います。ヒロシ・ハヤシ、ハママ・シリ・ジャパン。私、林ヒロシはこのアングロサクソンコットン地図の頂点に書かれている小さな島は日本、ジャパンと判断しました。で、その地図の上に今赤丸でつけたような文字が書かれていますが、鮮明ではなく読むことができませんでした。そこで世界の人たちに向けてですね、この字は読めませんかというような問いかけを1週間ほど前にしてみました。多くの方たちから返事をいただきました。どうもありがとうございました。で、国籍は分かりませんが、プラシャント・チャウハン、プラシャント・チャウハンという方から鮮明な文字が書かれているアングロサクソンコットンマップの地図を送っていただきました。今ご覧いただいているのがその地図ですけども、文字が鮮明に書かれています。この文字であるならば判読できるということで、私の方で調べてみましたらエスペラント語であることが分かりました。で、そのエスペラント語で読むとですね、タブロ・ポネアには10人の市民がいます。月に2度朝食のテーブルと書いてあるのが分かりました。頂点に描かれている小さな島の名前はどうやらタブロ・ボネアだというわけです。地名を拾ってみます。青い部分はエスペラント語でアラビアと書いてあります。グリーンの部分にアラビア砂漠ですね。そしてブルーの部分がシリアとなっています。ニネベですね、バグダッドの東、ニネベ城主の書いてあった粘土板の見つかったところです。そしてニラ川ですね、これナイル川ではないかと思います。そしてここには黄金の山と書いてあります。まあ、地図であることには間違いありませんけれども、このように表示してあるということです。ここが今日のポイントですから、もう一度最初から説明しておきます。こうした古地図の頂点にですね、つまり上が東ということになるわけですけども、小さな島が描かれています。この島を私、林博士は日本と判断しました。そして古代ヨーロッパにおいてはですね、この日本をどのように読んでいたかを私は知りたくなりました。で、この地図がですね、一応ウィキペディアの方では世界最古の地図ということになってますから、それを調べてみました。で、ここに文字らしきものがあるということは分かりました。で、この文字を解読すれば日本がかつてですね、どのように呼ばれていたかが分かると私、林博士は判断したわけです。で、調べてみましたが読めませんでしたが、プラシャンとシャウハンという方から鮮明な写真を送っていただきました。右がそうですけども、これならば文字が読めるということで、先ほど言いましたように調べていましたらエスペラント語で書かれていることが分かりました。で、その言葉を一度英語に翻訳してみました。タブロ・ボネアですね。タブロ・ボネアには10人の市民がいる。月に2度朝食のテーブルと、大変謎めいた言葉ですけども、そのように書かれていることが分かりました。少なくともこの島の名前はタブロ・ボネア
であることがこれで分かりました。そしてその周辺の地名を先ほども紹介しましたように拾ってみました。まあ、このような結果になったわけですけども、まあ、最後にですね、薄い字ですけども黄金の山と書いてあったというのです。大変楽しい話ですね。黄金の山、ローマ時代から、まあ、黄金の山というのが気になっていたようです。ともかくもこの地図をですねもう少し詳しく調べてみます。でこの地図の中心はどこかを調べてみました。今赤い四角で囲った部分ですけども、この部分にですねオリンポス山と書いてあるのが分かります。ギリシャのオリンポス山です。となるとこの中心地はギリシャのオリンポス山、つまりオリンポス山を中心にして書かれた地図ということになるわけですね。でそのオリンポス山を手がかりに周辺の、まあ、現在ですね読めるって言いますか、私が知っている地名と一致する部分を選んで調べてみました。下の方にイスパニアと書いてあります。イスパニア、つまりスペインということになります。ブルーの四角で囲ってみました。そしてその左に、ブリタンと書いてありますね。つまりブリテン、英国ということになります。まあ、こうして順に照合していったわけです。実際の写真と対比しながらさらに詳しく調べてみます。中央がオリンポス山、左が地球儀ということになります。ほぼ同じような位置関係に並べてみました。オリンポス山ですね。そしてブルーがスペイン、そして黄色がブリトゥンです。このグリーンの部分にはシリアと書いてあります。そしてそのやや右上の今丸で囲んだ部分にはアラビア砂漠と書いてあります。でここにメソポタミアと書いてありますね。でこれらの地点を手がかりに今白枠で囲ったところがですねメディタレーニアンシー、つまり地中海ということになるわけです。でその上とこうしてつながっていきカスピ海へとつながっていくわけです。となるとやはりこの地図は地中海中心にして東を上にして書かれたということになりますが、その頂点のところに日本があるということはありえないということになります。一方私林浩司は今までの検証の中で頂点にあるこの島は日本であると判断していました。言い換えると私の説が根底から否定されるということになります。がこの地図は基本的な部分でおかしいということになります。オリンポス山がここにある、つまりここにギリシャがあるということはですね、黒海、それからカスピ海の位置と一致しないからです。つまり、ここに描かれているオリンポス山というのは、私はエルサレム中心をした地帯ではないかと判断しました。そう考えると、向かって右側がアフリカ、そして向かって左側がヨーロッパということになります。となると当然上はですねアジア大陸ってことになるわけです。つまり上東がアジア大陸ということになるわけですよね。これがもともとのローマに残っていた地図ではなかったかと考えています。で一番頂点にあるのはやはり日本、ジャパンアイランドということになります。地名と合わないではないかということですけども、このアングロサクソンコットンマップは、まあ、重版に重版が重ねられその都度地名が書き加えられたのではないかと考えています。その証拠にですね現在残っているアングロサクソンコットンマップの地図を調べてみるとですねそれぞれ文字が違うということですね。文字の数も違います。例えばこの地図においてはですね頂点の島にですね
ただタブロ・ボネアとだけしか書いてないように見えます。この地図もそうですね。焦点にタブロ・ボネアとしか書いてないということがわかります。逆に考えますと、アラビア半島、アラビア砂漠の先にですね、島などあるはずがないわけですから、そもそもその表記そのものが矛盾しているということになるわけです。つまりこの地図の焦点に書かれているのはやはり日本ということになります。と同時にですね、この島をタブロ・ボネアというのであるならば、日本の古代のヨーロッパにおける、あるいはローマ時代からかもしれませんけれども、その頃から呼ばれていた地名、つまり日本の名前はタブロ・ボネアということになるのではないでしょうか。タブロ・ボネア、タブル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 ・ボネア。あなたも5回復唱してみてください。タブロ・ボネアです。バイ。